はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、こちらまたね、昨日ジョッキ缶、朝日さんのね、ドライのスーパードライのジョッキ缶ね、やっとまた手に入って、で、なんかね、これに合うようなね、おつまみ買ってきて、今日はね、晩酌やりたいなってずっと考えててね。で、今日ね、こちらケンタッキーさんの、あ、これはちょっと溶かして、ケンタッキーさんの創業記念パック、これが今日からなんで買ってきました。あの5ピース入って、1000円かなね、ちょっとお得なやつ買ってきました。それとこれも今日からですね、マクドナルドさんのあのスパイシーチキンマックナゲット、これもね、今日から燃える辛さでやる気に火をつけようって書いてありますけどもね、これも今日からだったんで、これも買ってきました。でね、ソースもね、新しいソースがもうね、2種類あるんで、ソースも2種類もらってきたんですけども、これ両方手つけるとちょっともったいないなと思って、なんでね、私ちょっとこの、ね、トリプルスパイシーソースっていうのがね、気になるんで、今日はね、こっちでいただこうかななんて思ってます。それとあとね、私まだこれ食べてなかったんで、赤から照り焼き、マクドナルドさんのね、あの限定のやつ、辛いやつね、この辛いのとね、合わせて赤からの照り焼きと、あとこれはね、親子照り焼きだったかな、買ってきたの、何か書いてないんでね、確かね、親子照り焼きだったと思うんですけど、ちょっとね、何も書いてないんで、これはね、今日は食べないと思います。これは明日食べようかな。うん、なんでまあこの辺でね、今日お昼ね、抜いたんで、これね、ちょっとカロリー高いんで、お昼ね、ちょっと抜いて我慢したんでね、今日はこれでね、晩酌やっていきたいと思います。じゃあ飲み物ね、あ、コップちょっとどかして、早速ね、朝日さんのドライの、スーパードライのジョッキ缶ね、これね、開けますよ。おー、ほら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 、来た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 、ほら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 、あ、もう飲まないとやばい。じゃあちょっとしますね。うん、ね、今日のシュワシュワはこちらで、ではね、皆さんね、ちょっと今ちょっとね、こぼれちゃいそうだったんで軽く飲みましたけども、今日も一日ね、皆さんお疲れ様でした。ではお先にね、失礼していただきたいと思います。じゃあジョッキ缶のシュワシュワでね、いただきます。うまっ、やっぱこれうまいなね、いやー、やっぱこれは美味しい。ではどうしよう。ではじゃあこっちから行こうかな。創業記念パックオリジナルチキン、結構今回の大きいのがいっぱい入ってる感じですけどもね、こんな感じですね。これ大きいですよ。これ大きい、ほら私の手がこうなんで、ほら、まあ、手に乗るサイズっちゃ手に乗るサイズですけども、大きい、これも大きいですね。これもなかなか大きさありますね。あとこれがウィングはそんな大きくないかな。ウィング入って、あとドラムも1本入ってますね。ドラムが1本入って、これもなんだかわかんないけど、こんなのがね、1本入ってますね。1本って1個入ってますね。こんな感じですね、今回は。ね。どれ行こうかな。これ行こうかな。ちょっと V の名前はわかんないんですけども。結構、なんか肉肉しい感じで美味しそうなんで、
これをねいただきたいと思います。じゃあちょっとね、食べかけ、人のね食べかけ見るの苦手っていう方は閲覧注意ということでよろしくお願いします。ではね早速いただきます。小骨が、ちょっと焼き直してくればよかったかな。ちょっとね時間経ってるんでね、温め直したんですけども、魚焼きグリルで焼いた方がさっくりするかな。やっぱり オリジナルチキンのこの塩加減とちょっとスパイスの効いたこの感じがやっぱいいですよね。じゃあちょっと一回置いといて、喉詰まっちゃうんでね、飲み物飲みながらね、チョキ缶、ではじゃあサラダね、これお昼に食べようと思って別にちょっと用意しといたね、ちっちゃめのサラダ、これお昼食べなかったんで、これ今日ね夜食べたいと思います。コールスローもあるんでね、要はちっちゃいサラダで、リケンさんのね癖になるうま塩、よいしょ、でエバラさんのおろしのタレ、動画の尺結構まだケンタッキー食べたとこなのに結構いってるかもしれないね、動画尺長くなるかもしれないですね。ではちょっとトマト乗ってないんですけども、今日はサラダチキンね、生協さんのサラダチキンと一緒にいただきます。おーおおこぼれる、よいしょ、いただきます。油物がねあるんで、やっぱサラダがなんかね胃もたれしそうなんで、次はじゃあこちらの赤から照り焼きいただいてみましょうかね。ちょっと辛いやつね、逆さまになってこれ逆に入れてくれた方がいいですよね。よこんな感じですね、赤から照り焼き、中どうなってんだろう、中こんな感じですね、ピントが合ってない、ピントきたかな、ちょっとオレンジ色っぽいソースに唐辛子の粒みたいなのが入ってますね。でこれこの濃いめのオレンジはチーズでしょうね、確かこれ辛いチーズが入ってるのかな。で、あと照り焼きね、照り焼きのバンズ、バンズじゃねえや、バーガーが入ってますね。ちょっとね切ってね、ガブッといかないでちょっと切ってみたいと思います。断面、ピントが合ったかな、ね、ちょっと濃いめのオレンジのところがチーズで、レタスとか挟まって、でちょっと薄めのオレンジのが辛いソースになるのかな、でちょっと照り焼きなんで茶色いね照り焼きのソースがついてる、こんな感じですね。じゃあちょっといただきます。またね食べかけ苦手という方はね閲覧注意でよろしくお願いします。
そんなのは辛くないかな。うん、ピリ辛ですね。うん、ピリ辛な感じですね。うん、うん、ね、これね、ジョッキ缶ね、もう泡最初だけなのかな、ね、いただいて、うん、ではじゃあお次はナゲットね、辛いナゲット、ね、トリプルスパイシーソース、こちらでいただいてみたいと思います。どんな感じなのか、よっ、あー、赤いのかと思ったけど茶色いですね。茶色いソースにちょっと胡椒の粒々みたいなのがちょっと見えますけど、わかるかな、ちょっと斜めにするとね、こぼれちゃうんで、あー、ピットが合わないし、ちょっと、あー、どうだろう、このちょっとね、つぶつぶが入ってますね。よいしょ。で、このね、ナゲット、スパイシーチキンマックナゲット、こんな感じですね。では、これを1個ね、このトリプル、なんだっけ、トリプルスパイシーソースね、トリプルスパイシーソースをつけて、あ、見えないか、こうじゃないと見えないか、どうだろう、わかるかな、このつぶつぶが入ってるんですよ、ほら、黒いつぶつぶ、胡椒なのかな、どんな味なんだろう。じゃあちょっとね、いただきます。うん、うん、なんか山椒みたいな香りもふわっとあるかな、なんだろう、なんていう表現、辛いは辛いですね、辛いには辛いですけども、辛いの苦手な方にはちょっと厳しい辛さかもしれないですけども、これも激辛ってほどではないですね。でもさっきの赤辛のハンバーガーよりはちょっと辛いかな、ね、つぶつぶ結構あれですね、舌にこうピリピリくる感じですね、スパイシーな感じが。いただきます。うん、辛い辛い、うんうんうん、ホワイトペッパーとブラックペッパーとあとホアジャンみたいな山椒みたいなのも少し入ってるのかな、ちょっと、どんなのかちょっと分かんないですけど、なんかそんな気がします。うんうん、うん、美味しい。手が汚れるんでね、あ、これはちょっとウイスキーに合わせようかな、ブラックニッカのね、ディープブレンド、よいしょ、これに合わせていただきます。あ、ちょっとパソコンで調べてみようかな、ちょっと待ってね、うん、ちょっとね、今のホームページで見てるんですけども、ソースどういうのが入ってるとかっていうのちょっといまいち分かりにくいですね。うん、じゃあちょっとね、じゃああのスパイシーマックナゲットに、ブラックニッカのねディープブレンドを合わせていただきます。うん、やっぱりでもホワイトペッパーとブラックペッパーを使ってるのかな、それは書いてありますけどもね。わかんないですね。
これにも書いてないのかな。これこの蓋のこの説明書にはね細かいこと書いてないんですよね。ホワイトペッパーとブラックペッパーを使ってるような気がします。あとなんかこう香りがちょっとスパイシーな感じの香りっていうかちょっと山椒みたいな感じの香りがするんですけどね。なんかそんな気がしました。あ、もう動画尺もうないな。ではどうしよう。じゃあまたオリジナルチキン、オリジナルチキン、あ、ウィング行こうか。ウィング、あ、そうコールスロー食べてなかったんでコールスロー乗っけようかな、これに。コールスロー乗っけて、あー、これでいただきたいと思います。チキンマックナゲットじゃないや、オリジナルチキンね、ケンタッキーさんのね、オリジナルチキン、いただきます。ちょっとこうさっぱりする感じかな。この組み合わせもなかなか美味しいですよ。せっかくなんでね、さっきのね、このマクドナルドさんのこのトリプルスパイシーソースでしたっけ、これね、このオリジナルチキンにねこれつけて、じゃあちょっとやりにくいな、食べてみようかなと思って、せっかくなんでね、せっかく2つ買ってきたんでね、あー、今日こうの方がいいかな、ちょっとやりにくいかな、こっちの方がつけやすいかなね。このソースをね、これね、こうつけてこんな感じでピンとか、あー、来たかな、こんな感じでね、ほら、せっかくね、ダブルっていうかね、2つのお店のやつ買ってきたんで、ちょっとコラボってことでね、マクドナルドさんとケンタッキーさんのね、コラボってことで、これでいただいてみたいと思います。わー、ピットが全然合わねえな、いただきます。なんか前に食べたあの麻婆のナゲットソース前あった気がするんですけど、あれに似てるかな、なんか、ちょっと今食べた時にふっとそういう感じしましたね。前にこの新作のソースで麻婆のソースありましたよね、なんかあれにちょっと似てる気します。ではもう一口。骨のとこだった。手がもうベタベタ。はい、あのね、動画の方ね、まだ閉めたんですけども、動画の中ではね、照り焼きの親子照り焼きね、明日食べようかななんて言ってたんですけども、赤からのね、照り焼きの方を半分残して、こっちやっぱりね、味も見てみたいし、ちょっと食べようかなと思って開けましたね。こんな感じで
卵入ってね、照り焼きを、あ、そうか、これはあれなのか、衣がついてる照り焼きなのか、照り焼きバーガーじゃなくて照り焼きチキンが入ってるのか、そうかそうか。ちょっとまたね切ってみます。これもちょっとね、半分だけね、ちょっと食べたいなと思って、なんで赤からのを半分残して、こっちの半分食べてみようかなと思ってね。ちょっと今日の動画はだいぶちぐはぐな感じになりそうかな。よいしょ。おー、こうですね、ね、卵が入って、ね、照り焼きの、バーガーじゃなくてチキンですね、照り焼きチキンですね、こんな感じですね。いや、うまそう。じゃあちょっとね、すごいボリュームもあって、ね、いただきます。うん、あ、あ、うん、怒っちゃう。ああ、ああ、照り焼きの甘さがいい。でもなんかニンニクっぽい香りもある気がする。このチキンのこの衣にニンニクが入ってんのかな。なんかちょっとね、ニンニクっぽい甘さね、タレの甘さがねあるんですけども、ニンニクっぽい香りもしますね。ケンタッキーさんのチキンカツのサンド、あっちはね、甘い感じの照り焼き味って感じです。これはさらになんかニンニクの風味がねある気がしますね。うん、あ、あ、葉っぱが取れちゃった。うん、あ、うん、マヨネーズが美味しい。うん、うん、これは骨なしケンタッキーを使って照り焼きにしてんのかな、照り焼きのソース使ってんのかな。わあ、すごい甘さが あるんですけども、ニンニクっぽいこうね風味もあって、ちょっとまた一味違ってうまいっすね。うん、では今度こそね、今度こそここでね締めさせていただきたいと思いますね。何回も何回もね申し訳ないです。美味しかったもんでね、いろいろ食べてみたくなっちゃったんでね、申し訳ないです。じゃあね、今日のね晩酌動画の方はね、本音で締めさせていただきたいと思います。ちょっと長くなってるかもしれないですけど、申し訳ないですけどね。じゃあね、ちょっとシュワシュワ飲んで、美味しいっすわ。ね、今日のね晩酌動画の方はねこの辺で締めさせていただきたいと思います。